そういや笹原くん寝てなかった？ああ寝てた寝てた。腕組んだままピクリともしないで。美里起こしてきてあげなよ。え？次教室移動だって忘れてるんだよ笹原くん。だからなんだってのよ。ほっとけばいいでしょ。かわいそうだよ。幼馴染なんでしょ。言ってあげなさいよ。それに笹原くん今きっと教室に一人だよ。え？ならじゃあ先行ってるね。頑張ってね。あ、ちょっと、もうなんで私がこんなことしてあげなきゃいけないのよ。幼馴染なんて関係、笹原さんに告白しちゃえよ。笹原、あんた教室移動なのに何鮮やかに寝てんのよ。ああ、立花美里。とっとと教科書準備しなさいよ。そうか、少し目を休ませていたつもりが深く誘われていたというわけか。早くしなさいって言ってんの。一緒に遅れて行ったら勘違いされるでしょ。勘違い？何がだ。うるさい。違うっていうか、そこにあったっていうか、大体あんたがさっさとしないから。立花美里で、血が出ているぞ。何をいい人ぶって。私の怪我よりメガネ割れちゃったこと怒ればいいじゃないの。なーに、メガネは壊れても痛くないが、手の怪我は痛いからな。何それ、当たり前じゃない。うまいこと言ったつもり。幸い片方のレンズが残っているではないか。さながら歴戦の勇士ということか。その勇士の脆さたるや、脆さたるや。移動するよ。立花美里。分かってる。自分が悪かったことくらい分かってるから。やっぱりさ、あれいけてねえなって思うんだよ。だから。そうなのよ。そしたら、ん？見られてる。死ぬ死ぬ死ぬほど恥ずかしい。でもメガネ壊したの私だし、私が笹原の目になんなきゃだし。大丈夫よ大丈夫。こいつメガネ壊れちゃってって言えば、どっからどう見ても慈善事業だし。そうよ、ボランティア精神にのっとって今日一日あんたの目になるだけなんだからね。立花美里。はい。教室移動する前にトイレに行っておきたいのだが。え、トイレって、まさか男子トイレ？いかにも。いきなり障害が。でも私が悪いんだし、乗り越えてこそ深まるもんだし。わかった、私も行く。なぜだ？だってあんたメガネ壊れてるじゃない。それが？もう察しが悪いわね。目が見えないから今日一日笹原の目になってあげるって言ってるの。ああ、これは伊達だ。何勘違いしてんの。たまたまあんたの右腕にいた小さな虫を手でおもむろに圧迫していただけなんだからね。本日は晴天なり。